人生変えるために僕は金が欲しかったんですね。ここがね、からくりなんですよ、リピートの。集客する人を変えてしまえば問題ないんだなって話ですよ。リピートって本当ここが全てだと思いますよ。そもそも論として、リピートを取らなければいけない理由っていうのがあるわけですよ。だから取るわけですよね。売り上げを上げるためにリピート取らないといけない。患者さんを良くするためにもリピート取らないといけない。どっちも正解じゃないですか。ただ、それをね、本気で思ってるんですかなんですよ。僕は売り上げを上げるため派なんですね。別に患者さんを良くするため派でも全然いいと思います。僕は売り上げを上げるため、金のためにやりましたよ。患者さんを金にしか見なかったから。じゃあですよ、僕ってこれ悪魔なんですか？これ詐欺なんですかね？良くないんですか？僕は金のためにやりました。金を稼ぎたかったんですよ。人生変えるために僕は金が欲しかったんですね。金を稼ぐためにはリピート取らないといけないんですよ。リピート取るためにはどうしないといけないのか。患者さん改善させていかないといけないんですよね。だから改善させるためにリピート取らないといけない。いいと思います。その結果お金が入ってくるんだけど、別に金なんてどうでもいいっていうのもありだと思います。本当に。それどこまで本気で思ってますかって話ですよ。これ本気で思ってたら考えるでしょって思うんです僕。どうすればリピート取れるのか。何としても金欲しい。金もらうためにどうやって通わせたろうかなって本気で考えますよね。患者さん良くするためにリピート取るんですね。じゃあ患者さんを良くするためにどうやって通わせてあげようかなって本気で考えません？それができてないとかわからないって言ってる人って僕本気じゃないと思うんですよ。中途半端だからできないんですね。リピートっていうのは僕そういうもんだと思ってるんですよ。だからまず自分は何のためにリピート取ろうとしてるのか。別に綺麗なことでも汚いことでもいいと思うんです。本音と建前ってあるでしょ。どっちをこう優先させてもいいと思うんですよ。結果としてこれどっちであっても最終患者さんどうなってるんですか。患者さんは最終喜ぶんです。どっち入り口でも。いや俺は金のためにやってるんですよ。金のためにやってて、患者さんは僕はコンサルの動画とか普通に患者さん知ってたりとかしたんで、先生もお金お金言ってし、もういらん患者さん綺麗とか言ってるけどどうなん、先生普段優しいけどどっちがほんまの先生なみたいな全然ありましたよ。でも来るんですよね。なんでか僕は患者さん喜ばしてるからです。喜ばしてるから金もらえるんですよね。喜ばしてるから来てくれて良くなっていくんですね。どうすればそれができるのかっていうのを徹底的に考えるんですよ。リピートっていうのはもう基本的に相手のことを思って思いまくれば絶対にどうすればいいか出てくるんです。でも今の治療業がそれが出にくいんですね。なぜかというとノウハウとかテクニックでなんとかなりますよっていうのが多いからです。だから僕ね、リピートの話なんでしないかというと、目の前の人のことを本気で思って本気で考えたらわかるやろって僕は思ってるんですよ。できない人からしたらそんなん言われてもわからへんねんって言う人多いんですよ。そんな人がノウハウテクニック聞いたところでできないですよ。なぜか目の前の人のことを考えてないからですよ。目の前の人がどんな気持ちで今いてて、どんな気持ちで先生と来てて、先生の治療を受けた後にどんな気持ちになってるかとかって、そういった部分を考えるっていうことを知らない人はノウハウテクニックを聞いてなんとかなると思います。絶対何もならないですよ。逆になんかこの先生うまいこと言ってるだけやわってなることが多いですよね。これがね、僕自身がリピートあんまりやらない理由なんですよ。もう一個ですね、リピートに対してですね、衝撃的な真実を今日は皆さんにお話したいなと思います。リピートってあなたの問題僕に任せてください、絶対解決できますからって言えばリピートするんですよ。リピートを提案するまでの流れってこうじゃないですか。2回提案するでしょ。ここで次回提案の前って集客してるんですよね。でこれ見込み客ですね。リピート対策するのにここを対策するわけじゃないですか。対策しないといけないのでここじゃないですよ。ここですよ対策するのって。どういうことかっていうと、最近多いんでね、いるかもしれないけど、20分1万2000円でやってる人とかいます？どうでしょう。20分1万2000円やる自信ないわって人います？僕が新規バンバン読んで僕がバンバン対応してる時に、皆さんが僕の代わりに治療したら1万2000円普通に取れますよ。なんでか分かります？1万2000円払う気で来る人が来るからなんですよ。これを皆さん僕の対応で取ってるとか思ってるとちゃいますよ。じゃあ僕20分1万2000円取ってたんですね。その辺の整骨院行って1万2000円取れると思います？絶対無理ですよ。それ僕の対応が悪いんですか？違いますよね。入ってくる人が違うんですよね。ここがね、からくりなんですよ。リピートのリピート方法とか言ってる人いるじゃないですか。もちろんあるのはあるんですよ。でもそこはそんなに重要じゃないってことです。リピート対策でほんまにパーセント上がると思いますか？分かんないですよ。そんなほんまにそれで上がったのかなんか読まれへんじゃないですか。一番力入れないといけないのは集客なんで、これが真実です。証明してるじゃん。僕の同期ではみんな普通に取れるんですよ。一時期人僕の代わりにやらしたことあるけど普通に取ってましたからね。今ね、自信ないですって言った人が僕の同期でやったらリピート取れてますよ。1万2000円払って帰ります。これが真実です。僕がじゃあ皆さんの院に行って1万2000円ですってやったら取れるか？絶対取れないです。ってことはここじゃないやんって話なんです。ゼロとは言わないけど究極8人なんです。だから僕リピートの話ほぼほぼしないんですよ。僕リピートの勉強ばっかりしてるとバカやなと思ってます。本当に高額クロージング何言ってんのかなと思いますよ。高額だろうが単発だろうが一緒やんと思ってるんですよ。そこを違うと考えてるこの脳内を変えないといけないんですよ。っていう衝撃的な事実、これどう思いますか？そんなことないわっていうのも一つですよ。でも確かに前が言ってることそうやなっていうのも一つですね。どう思いました？今の話聞いて。絶対入り口が重要です。本当になんで僕が保険でやった治療をそのまま自費でやったかっていうと、ここが自分の中で腑に落ちたからです。集客する人を変えてしまえば問題ないんだなって話ですよ。これをみんなリピートテクニック、自分の何か伝え方どうしたらいいんかな、こういう順番でやったらいいんかなとか言うわけじゃないですか。あるのあるけどそこじゃないってことですね。元から通う人を呼べたらリピート対策が必要ないんですよ。講座販売とかね、何か講座申し込んだことがあると思うんです。高額な講座とか、高額な講座申し込むときってほとんどがその説明聞きに行くときにほぼ入る気で行ってませんか？6割7割入る気で行って買ってません？じゃあそこにクロージングテクニックってあると思いますか？ぶっちゃけないんですよ。ただ買う気で行ってうまく説明されて、この
のプレゼンすごいですね。出て買ってるんですよ。買う気なく行った人は買うことないですよ。だって買う気ないんだから。ほぼほぼ買う状態行ってるから皆さん買ってるはずなんですよ。ここなんです。買う気で来させないといけないんですよ。ここをまずは自分の方落とし込んでほしいんです。その上でちゃんとクロージングを学ぶって感じですね。ここをね、腹に落とし込んでなかったら、絶対にどっかでぶち当たりますよ、壁に。アフランもクロージングテクニックどんだけ上げても途中から、一番数字変わるのは集客を変えたら一番上がります。だから集客スキルは絶対身につけないといけない。訴求ポイントを変えたりとかしたら一気に契約率上がったりしますね。こっち側の何かが上がってるわけじゃないんですよ。来る人が変わってるだけなんで。っていう集客の話になってきてるけども、本質的な部分をまず理解しておいてほしいなと。僕のね、講座ほぼほぼリピートの話ないと思うんですよ。教材とかでしかやってないと思うんですよね。なぜか、大事なのはそこじゃないから、集客だからっていうね、部分をね、ちょっと意識しておいてもらって、こっからもうちゃんとね、リピートの話をね、していきたいなと思います。考え方っていうのをね、しっかり皆さんにね、身につけてほしいんですね。ノウハウテクニック、僕めっちゃ大好きです、本当に。もうノウハウコレクターです。みんなにノウハウコレクターになるなって言うけど、僕むちゃくちゃノウハウコレクターです。さっき謝っときます。むちゃくちゃセミナー行ってます。もうノウハウ大好きで。来週の月曜日もまたセミナー申し込むと思います。これもそうなんです。僕も決めてるんですよ。説明会行くときに。だから、内容がクズでもいいんです。もう入るって決めてるから。っていうのをちょっと横に置いておいて、ここからね、リピートの話をね、特化してやっていきたいなと思うんですけど、お客さんがリピートするのはなんでだと思います？これ、高額も一緒ですよ。お客さんが高額を契約するのはなんでだと思いますか？まずここ自分で落とし込んどかないといけないですよね。どうなればお客さんは契約するのか。次のね、質問もいきたいなと思うんですけど、この人だと未来が変わると思ったからじゃないですか。自分の問題を解決できると思ったから。変われると感じたから。予想を超えたから。それって、お客さんはなんでそれを感じたと思いますか？なんで問題解決できる気がしたんですかね。痛みが取れ未来を感じたから。ほんまですか？初回で痛み全く改善しなかったらリピートしないですか？初回で痛み取れたら絶対リピートします。もちろん、痛みの変化っていうのは条件の一つだと思いますよ。安心したから。何が安心させてくれたんですかね。ここですよ。皆さん、追求していかないといけないのは。ここにノウハウテクニックなんかなくないですか？みんな答え言ってますよね。そして、信頼できそうと思ったからとか。ここを追求しないといけないんですよ。どうなったら信頼できそうなのかです。自信がある雰囲気を感じたから。自信がある雰囲気ってどうやったら出るんですかね。これじゃないですか？リピート取る本質的なものは。皆さん、そうやって思われるためには、どんな条件を満たせば、そう思ってもらえるんですか？患者さんがあなたを見て、そうなったらいいわけじゃないですか。あなたは、どんな条件を満たしていけば、患者さんにそう思われるんですか？まず見た目で、信用できそう、信頼できそう、話聞いてみようかな、なるわけですよね。人は見た目が全てですから。見た目って、どんな見た目だったらいいと思います？ちょっと今から見た目に行きましょうか。どんな見た目にしたらいいと思いますか？清潔感があるように見せるには、どういったことしたらいいですか？これね、僕、むっちゃいつも言うんだけども、画面出してる方に言いたいんですけど、画面出しててブスッと聞いてたらめっちゃ最悪なんですよ。普段無意識でやってることが絶対現場でも出てるはずなんですよ。新規の方が来た、ちゃんとこううなずこう、笑顔で受けよう、その時思うかもしれないけど、意識してる時はできるかもしれない。でもふとした時に無意識が絶対出るんですよ。だから意識して無理にうんうんって笑顔でうなずいたりとかしてて、でも治療の合間とか無意識の時に患者さんに質問されて、その時にめっちゃ不愛想で対応するとかって全然ありますよ。その一瞬で今まであんな愛想よかったのになんなんやろこの人作ってんかな、なることめっちゃありますよ。何を言いたいのか、普段からやっとかな無理やでって話なんですよ。今ってね、あんまごまかし聞かないんですよ。普段からやっとくんですよ、普段から。だから今画面出してる方ね、これできひんわやったら、もうぶっちゃけて言うと画面出さん方がいい。普段から意識してることが絶対に現場で出るわけですよ。今日ね、僕バスケ行ってきたって話しましたけど、バスケで練習してることが試合で出るわけじゃないですか。もちろん練習以上のことが試合できたりとかね、することもあるわけですよね。でも基本的には練習でやってることしか試合中出ないじゃないですか。じゃあ僕らの練習って何なのかというと、日常ですよ、日常。日常でやってることが患者さん対応出るんですよね。見た目ね、どんなんがいいかっていうのは皆さんまたそれぞれあると思うんで、まずそれをね、追求していったらいいかなと思います。じゃあ次行きましょうか。どんな対応したらいいと思いますか？最近ね、よく皆さん傾聴っていう言葉をね、聞いたりとか使われたりとかすると思うんですけど、じゃあ傾聴って何なんですか？人それぞれ思ってるこの傾聴って違うと思うんです。話しっかり聞くことでしょ？もちろんそうなんですけど、どのレベルで話を聞くことなのかっていうのを自分にどんな落とし込んでるかですよね。言葉は同じでも意味が違ったりするんですよ。捉え方が違ったりするんですよ、本当に。今日ね、リピートってもう人と人の交流じゃないですか。だからこういう言葉の定義付けとかをね、ちゃんとしとかないといけないんですよ。これをせずに上辺のこういう順番で喋ったらいいよ、この時にこれ言ってねとかやってると絶対うまくいかなくなるから。最初はね、うまくいきやすいんです。なんでかわかります？これ使ったらリピート取れるんやって無駄ななんか自信があるからうまくいきやすいんです。ビギナーズラックみたいな感じ。治療もすごい大事だと思います。どう治療したら喜ばれるのかですね。ちゃんと皆さんの中でちゃんと答えを出しておきましょうよと。これ辺が、まあ、準備段階ですよね。実際ね、今のこの僕がワークしてねって言ったやつを真剣に向き合ってやってるだけでもリピート率上がりますよ。皆さん魔法の言葉あると思ってます？これ言ったら一気に患者さんが悩みを吐き出してくれるとかあると思います。そんなもんないっすよ。メンタリスト大悟じゃないんだからそんな操れないっす。この人だったら喋りたいな、聞いてほしいなって思われる自分になっといたらいいんですよね。集客の段階でそれを作り上げれたらめっちゃ楽じゃないのって話ですよ。集客の段階で作り上げておかないと、この人信じられへんしなと思ってきて会った時に、うわめっちゃ信用できるわこの人っていうのなかなか難しいと思います。ある程度
ってて、ある程度信用できるな、信頼できるなと思った上で来て、やっぱりこの人はいいわってなるのはあるけども、どうせここも一緒やろうなと思いながら来て、全然違ったわなんてなかなかないですよね。っていう部分をですね、最初にね、お話しさせていただきました。これ伝わってますかね？リピートって本当ここが全てだと思いますよ。高額商品だから関係ないですよ、そんな。高額だからこそここが追求されるんじゃないですか？なんで詐欺って知り合いから話入ってきやすいんですかね？その人のことを信用しちゃってるからじゃないですか。そこにクロージングテクニックとか別にないですよね。もちろんある程度ね、説明の仕方とかあると思うけど、結局のところ信頼関係築けてるからじゃないですか。それで騙されるんですよね。騙そうと思って騙されてるのか、その人もいいと思ってやってるのかちょっとわかんないけども、そういった部分がむっちゃ大事だよって話ですね。じゃあここからちょっと対応について、対応をどうしていくのかっていう部分で、今日はですね、この3つに分けて終わっていこうかなと思うんですけど、よろしくね。電話、もう今はね、 LINE 対応とかの方が多いんちゃうかなと思うんですけども、一応まあ電話対応、初回の対応ね、こういう風にしていきまして、僕はこうしましたよっていう話をねしたいなと思います。実際問診でどうやって対応していくのか、なんでそうしていくのかですね。次回予約が完全に断られる時って何て言って断られます？基本的に言い訳の理由ってこれでしょ。予定とお金じゃないですか。これだいたいこれでしょ。でも実際はこれが理由じゃないんですよね。これが理由のこともあるんだろうけども、多くはこれが理由じゃないですよね。あなたに可能性を感じなかったからなわけじゃないですか。自分のどこに可能性がないと感じたのかって気になりません？こんだけ一生懸命あったのに何を言っとんねんお前はみたいな、あるじゃないですか。なんで可能性感じひんねん、どこが悪いねんって思うと思うんですよ。それ聞かないと分かんないですよね。聞いたことはある人います？また予定分かったら連絡しますって言われた時に、ああそうなんですね、でもまた予定分かったら連絡しますっていう人の大半がもう連絡来ないんで、断り文句だと思ってるんですけど、実際のとこどうなんですかって聞いたことある人います？皆さんも断り文句だと思ってるでしょ。その言葉出た時に帰ってしまったらもう来ない理由分からないんですよ。聞いてもちゃんと答えてくれどうか分かんないんですよ。でも聞かな分かんないですよね。これをいちいち確認するの手間じゃないですか。僕はこれすっごいストレスなんですよ。予定が分からないんでって言われるのめっちゃイラッてするんですよ。あとお金がっていうのめっちゃ腹立つんですよ。いやいやお前見てこいよみたいな、旅行行く時お前値段見えへんのかと思いません？ 100% 答え文句じゃないですか。だからこれを最初の段階で消すんですよ。この言い訳を言わせないっていう状況を作り出すんですね。これは僕が初回対応で意識したことです。 LINE とかでも言ってました。そんなん言ったら予約キャンセルされるんじゃないんですか。いやする人はいるでしょうね。これは経営者判断ですよ。それを取り逃してもいいと思ってやるかどうかですね。でもこうなんですよ。ちゃんと集客やっといたらそれで取り逃すってことはかなり少なくなります。それで取り逃すってことは他行っても一緒やろと思われてるってことですね。吉沢亮と一緒にランチができますよ。なので絶対にこの予定で来てくださいね。お金これぐらい絶対いりますからねって告知して申し込みあって、これ大丈夫ですかって言って、やっぱりやめときますなんてならないと思うんですよね。全然大丈夫です、なんならもっと高くても行きますぐらいだと思うんですよ。そういう集客をしないといけないんですよ。じゃあ電話でこれを分かった状態で来るように言ってよっていうわけですよ。例えば2週間前後予定が分かるような状態で来てくださいねと、その場で予約取りますからね。2回目の料金はいくらいくらですと、初回いくらいくらですけども、2回目の料金も一緒に持ってきてくださいねっていう話をするわけですね。実際それで来てくれたらどうですか。いや予定分からないんですよね、なると思います。絶対ならないですよ。2週間分かるようにして来させて、次回の予約とも1週間後なんで絶対分かるわけですよ。いや2週間予約パンパンなんですよね、その先予定分からないんですよねって言われたら、なんていうか、そうなんです、予定分からないんですね、分からないんだったら予約しときましょうこの日でやっておきます、分かってダメだったら連絡くださいって言います。来る気があるんだったらそれでいいでしょぐらいやらないといけないですよ皆さん。これなんでか、僕は金のためにやりました。金のためって言った人はやらないと、金のために患者さんを改善させるために言った人いますよね。じゃあ患者さんを改善させるためにそこまでやって予約取ってあげないといけないんですよ。ここまでこだわってやるかどうかですよね。前払いでお金もらってるんでもらっときます。変更とかだとね変更しますけど、当日キャンセルだったらそのままもらっときます。だいたいねここまでルール設けて来ない人って次回は取らないから、ちゃんと取る人は2回分持ってきてもらいます。2回分持ってくるけどもういいですよって僕はやります。めっちゃ嬉しくないですか。向こうからしたら持ってくるんですね、先生とかお願いしたいからって。僕も嬉しいですよね、そんだけちゃんと通おうと思ってくれてるんや。それでいやいやもうどうしてもね理由があったんだったら仕方ないんで、これまた次回の回してください返します。この2回目のお金持ってきてねって言った時にこう言われて断る人めっちゃ多いんですよ。なんでそんなんな、受ける前に通わなあかんのみたいな、通うの全然なみたいな、そういうね言われ方をする人ってめっちゃ多いんですよ。だから前払いできないとか前払いやめるとかめっちゃ多いんですよ。考えてください皆さん、2回目の料金を言うじゃないですか、持ってきてくださいねって言うじゃないですか。なんでそれで2回目絶対来ないといけないってなると思います。患者さんは2回目絶対来ないといけないんですかってなってるわけですよ。そしたら考えますってなるわけですよね。なんで2回持っていかなあかんの、そんな初めてやでときっとねやられたらあると思うんですよ。こういったこと言われることが、どういう風な伝え方をすれば相手は納得して2回目の料金持ってきてくれると思います。次回予約の枠の確保をさせていただきたいのでって言って、それって誰のためなのかね、それを言った時に相手は自分のためだと思うんですかねっていうのも大事ですよね。相手のためになるようにっていう言い方をされると思うんですけど、それ提案する時にこれあんたのために言ってんかよってなる言い方をする治療さんめっちゃ多いんですよ。私のために次回予約の枠の確保を言ってくれてんねやなって思わせる言い方をしないといけないですよね。僕それでめっちゃ断られたんですよ。なんであんたとこそんな前払いなん、聞いたことないけどみたいな。電話で聞くこと聞く順番っていうのがあるんですね。基本的に電話僕から折り返し連絡します。折り返しこっちからするかって僕理由があるんですよ。お金かかるからとかじゃないんです実は。どう
主導権握りたいからです。こっち側からコントロールしたいんですよ。向こうからかけてきたら質問攻めに合うんですよ。最初向こうからなんかいろいろ聞かれるんですね。何々見て連絡したんですけど今電話いいですか、初回予約取りたいんですけどもみたいなね、向こうからこう出てくるじゃないですか。これで僕はすごいやりづらいんです。だから僕から電話して、僕はもう大体これ言います。予約の連絡で間違いないですかって確認します。はい、予約お願いしたいんです、ありがとうございます。ちなみにどういった広告を見てうちのこと知ってくれましたか。これなんでかってオファーの料金確認しなあかんからね。チラシとかホームページとかいろいろあるじゃないですか。何々見ました、初回の特別価格が載ってたと思うんですけど見てもらってますか。見てます、今回その値段でさせてもらいますね。向こう気になってるからね、それがいけるのかどうか。広告見てもらった上で何かご質問とかありますか。広告見てもやっぱ疑問とかあるわけじゃないですか。連絡来てたとしても特に大丈夫です。そしたら何かもう今の時点で僕に聞いておきたいこととかありませんか。向こうが聞きたいことがないのかどうかも先に聞いときます。なぜかこの後俺が言いたいこと言いたいんで、ここで質問されたらめんどくさいんで、自分の流れを、鉄板の流れを作っておくんですよ。この流れに当てはめたら大丈夫っていう流れをもう作ってるんですよ。これを崩さないために相手が聞きたいこととかを全部もう聞いときます。ないです、ありませんなったら、そしたらご予約取るにあたってお伝えしておきたいことが3点あるんですけどもよろしいですかって言って、まずどういった形で来られますか、車ですか電車ですかみたいなね。うち駐車場が 100m ぐらい離れてるんで、もう場所わからないから駐車場の説明をしないといけないんですよ。駐車場の説明するでしょ。今回来られる際に2週間前後ご予定が分かるような形で来ていただきたいです。なぜかというと、来ていただいて何々さんが当院で治療を継続したいと思ってくださった時に、その場で予約を取らせていただきます。予約が混み合ってまして、何々さんの体を改善するための最適なペースで予約取るためにも来ていただいて次回予約をしていただけるんだな、そこで取らせてもらいます。なので2週間前後ご予定が分かるような形で必ずお越しください。その際に今回初回いくらいくらなんですけども、2回目からは1万2000の料金になりますと。料金大丈夫ですか。今回お越しいただいて何々さんの体を見せていただいて力なれるなって判断して、何々さんもうちだったら通っていいなと思っていただいた際に次回予約取らせてもらって、もうその際に2回目料金をお預かりさせてもらっております。なので今回初回来られた時に1回目と2回目料金合わせてお持ちいただいてよろしいですかって言ったら、別に怪しくもなんともなくないですか。僕はこの言い方に変えてからなんでなんていうのはなくなりました。来た段階でほぼリピート確定です。よほど自分の対応が変とかじゃない限り、もしこれであかんかったら聞けるんですよ。お金も持ってきてる、お金はいって言ってるんですよ。予定分かってきてる、でも予約取らないんですよ。じゃあ何か合わなかったんですよね。じゃあ次から解消できるものは解消したらいいし、そこは譲られへん方は譲ったらダメですよね。もっとマッサージしてほしかったから、もしそれがあるんだったらそれは別に受け入れるもんじゃないから、あ、それはもうしゃあないなって感じですね。症状聞かないんですよね。聞いてもわからなくないですか。電話でこういう症状なんですけど大丈夫ですかって聞いて、ああそうですね、見てみないとわからないですねって言います。そういった方は来られて改善していってるんですけども、何々さんがそのケースなのかどうか見てみないとわからないんで、初回見せていただいた時にまずはご説明させてもらいますねっていう形で全部やっていきます。これもね、僕ね昔聞いてたことがあるんですよ。聞いて聞いて聞きまくった後にまた連絡しますってなったことないですか皆さん。何やねんそれみたいな、僕は思うんでそうやってやってました。こうやってやったらもうほぼほぼ来る前提で来るわけですよ。これでも来るようにしないといけないんですね。じゃあどうやってするのかというと、マーケティング徹底的にしないといけないんですよ。これ昨日の内容ですね。昨日の内容徹底してこのやってて来てたら、もうあとここ僕いつ も細かく悩み深く聞けよとかやってますけど、ほぼほぼ来る前提で来てるわけじゃないですか。よほど変なことがない限りリピートしますよってな感じですね。ほとんどの方がねスマホなんで、僕はちょっとやってなかったけど、 LINE で来るまでに当院の注意事項とかね、なんか当院の実績とかそんなの送って見てもらうようにしてました。スマホ番号があったらね、あのなんていうんですか、ショートメッセージっていうんですか、あれでねそういうの送って見せとくっても全然ありですよね。だからより継続しやすくなるじゃないですか。細かいことですけどもやられるとすごいいいんじゃないかなと思いますね。次問診ですね。これいつもね僕言ってるからもう聞いてもらってると思うので、問診はヒアリング、カウンセリング、クロージング、ここなんです。ほんで信用、信頼されるとかあったじゃないですか。そう思える人だったらリピートするってあったと思うんですけど、じゃあどうしたらそういう風になっていくのかなって考えますね。ここで言い切るってあったじゃないですか。言い切るって何を言い切ります。自信満々な雰囲気、信用信頼できる雰囲気みたいなのあったと思うんですよ。その中で言い切るっていうのがあったと思うんですね。言い切るって何を言い切りますか。改善できるかですね、任せてください。これ言い切らないといけないですよね。これを言うためにはどうしないといけないのかって考えるんですよ。相手の状況を知らないといけないわけですね。状況を詳しく知って任せてください。これがいいわけじゃないですか。ぜひこれも考えないといけないんですよ。任せてくださいって言って相手が任せますってなったらいいんだけども、相手わけわからんと触られて体動かされて、何さん僕に任せてください大丈夫ですって言って任せれるってなるのかどうかを次考えないといけないんですよ。ここでめちゃくちゃできてて、もう地域で有名で、あっこいつおいで、あっこいつは大丈夫やからっていう評判がめっちゃ立ってるんだったらそれでいいかもしれないです。でもあんまりそこまではいかないじゃないですか、っていうふうに僕はね仮説を立ててるんですね。だから任せてください大丈夫ですからってみんな言ってるんですよ。だって治療院だって言ってるわけじゃない。
ないですか。絶対言えってわけじゃないんですけどね。でも任せてもらえない人がめっちゃいるわけじゃないですか。じゃあなんでなのって考えた時に、見た目が悪い、対応が悪いになってくるんですけど、この改善できますよっていう、このお客さんからしたら改善できるっていうこと、あんた私のこと分かってないやんけって思ってるはずなんですよね。皆さんも思いません？落ち込んでたりとかしたに、大丈夫大丈夫なんとかなるからって言われたらイラってしません？いやなんともなれへんから悩んどんねんみたいな、あるじゃないですか。僕マジで知ってる方知ってると思うんですけど、もうマジでヤバすぎて、でもこれはね周りから大丈夫でしょなんとかなるでしょって言われたらマジでブチってきますよ、ほんまに大丈夫じゃないんじゃほんまにみたいな感じ思うぐらいイライラするわけです。これ患者さんもそうなんですね。だから大丈夫です、任してくださいって言った時に、この先生だったら任せれると思われないといけないわけですよ。絶対こう言い切った方が信用信頼されるからね、これ人って。でもこれってもろ刃なんですよ。自分のこと分かってないのにこいつ何言ってんねんって思われたら終わりですから。だから分からないといけない。じゃあ分かるって何なのかっていうと、問題は何なのか、どうなりたいのか、まあこれ改善したいんですけど、問題があって改善したいんですね。改善してこうなりたいまで分かっておいた方がいいんですよ。なぜかというと、これが価値だから、高い金取るんでしょ、価値出さないといけないじゃないですか。改善なんてプラマイゼロになって OK って感じなんですよ。それによってこうなりたいっていう部分があるわけじゃないですか。まあもちろんこれもプラマイゼロはプラマイゼロなんですけど、こっからここまでの揺れ幅と、こっからここまでの揺れ幅でどっちが多いかと、絶対こっからここまで多いんですよね。だからここをねちゃんと引き出さないといけないんですよ。それがヒアリングなんですね。解決したい問題何なのか、どうなりたいのか、これをヒアリングでしっかり徹底的に引き出すんですよ。どうすればちゃんと喋ってもらえるのか、深い部分まで話してもらえるのか、見た目ちゃんとしましょうね、対応ちゃんとしましょうねなってくるわけですね。どんな見た目なのか、どんな対応なのかっていうのは皆さん答えあると思うんで、それやったらいいんですよ。ここに何を言ったらいいかとか、どうやって言ったらいいかとか考えてるから答え出ないんですよ。そこ分かっても知らないやんって話ですよ。こういったことが分からないといけないですよねっての分かった上で、僕は私はこういった言葉使ってそれ聞いてますよ、なるほどそういった言葉使ったら確かにこの問題が引き出されやすいよね、じゃあそれ使おうっていう発想はいいと思うんですけど、そんなんないでしょ。ほとんどの方これ言ったら何言ってくれるんやと思って使いますよね。そんなんで悩みなんか言わないですよ。だからこの人の話をちゃんと引き出そうと思った時に絶対意識しないといけないの、これ治療科特になんですけど、アドバイスしない、あと否定しない、絶対するから。僕こんだけ偉そうに言ってますけど、僕受講生には思いっきり否定とかしますからね。アドバイスして思いっきりします。でも治療院の時はやらないです。アドバイスしない、否定しない、ふん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 で聞いてあげる、そうですよね辛いですよねって聞いてあげる、どん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 ね話させてあげるんですよ。ほんならこの先生ちゃんと聞いてくれてるっていうことを見てくれてるってなるから、これ徹底的にやっていきます。引き出したこの問題をこうしたいんですねって分かったら、こっから皆さんカウンセリングですよ。こっからあなたが力になれますよってほんまに言えるのかどうかを自分でチェックしないといけないんですよ。今から何々さんのこの問題を解決できるのかどうか、僕が力になれるのかどうか今から見ていきますね。カウンセリングしていくんですね。そしたら最後クローディングですよね。何々さんのこの問題こうなりたくてうちに来てくれたんですよね、それは僕できるかどうか今調べさせてもらいました。結論から言うと大丈夫ですよ、任せてください。何々さん良くなりたいんですよね、今までどこ行ってもダメだったんです、大丈夫です任せてください、僕できますからってやるわけじゃないですか。これ皆さんがね言ってたいい雰囲気とか言い切るとかってこうなるために使うんですよね。この流れイメージできます？ここでほぼほぼ勝負決まるわけですよ。まあ見たら究極は出てよ、先生もう分かった、先生見てくれたんやろ、もうあとお願いします状態ですよ。ただこうなんですよ、より強固にしていきたいんですね。それをやっぱりこの先生違うわ、大丈夫やってしていきたいんですよ。家帰った時にね、本当に良かったんかなってなるから、周りからね、あんたあんかいとこ行ってんの、その辺の病院やったらあかんのとか言った時に、高いもんなとか出てくるわけですよ。揺らいでくるんですね。皆さんもありません？高額なの買った時に、てしまったけど勢い的にやっちゃったんじゃないかな、自分の場合は違うんじゃないかなって不安になったりとかあったと思うんですよ。患者さんも一緒だから、少しでもそういったのを少なくさせるためにちゃんと相手に納得をしてもらうんですね。なんで僕がこうやって言い切れるか、そこ説明しますねっていうのをやるわけですよ。納得を積み重ねていくんですね。あとはもうここはもう皆さんね、僕の動画見てもらったらと思うんですけど、僕の場合はもうこれで全部説明するんで、痛み筋肉歪み筋肉し、僕はもうこれでなんで悪くなってるのか、なんであなたの問題が起こってるのかっていうのをもうこれ時系列で言うんですよね。あなた腰痛いんですよね、それは筋肉硬くなってるからですよ、筋肉硬くなってるのに体歪んでるからです、歪んでるのは重心がおかしいからですよ、これが良くなれば良くなって良くなって良くなりますよっていう説明しかしないんですよ。めっちゃ分かりやすくないですか、専門用語一切なしです。それでいいんですよ、専門用語が入れないんです。だってその前でほぼほぼ決まってるから、ここはもうできるだけ相手にハテナを出さずに、なるほどなるほどなるほどでいいんですよ。専門的に細かいこと言いたいのはもう2回目3回目でいいです。なぜか話聞いてないから、説明しても向こう忘れるから、最初はこの先生で良かったっていうインパクトだけ残してたらいいんですよ。ぶっちゃけ初回治療なくてもいいぐらいですよ。この先生選んで間違いなかったでいいんです。あとは僕がこうやって説明する時とかに意識してるのが視覚情報、これめっちゃ意識します。人はね視覚情報の影響を受けやすいです。見た目大事って言ってるじゃないですか。視覚情報はめっちゃ大事なんですよ。これ皆さん経験あると思うんだけど、ヘルニアで手術って言われてるような人がね、膝も変形性膝関節症で手術って言われてる人が治療を継続してくれてめっちゃ良くなってきたと、順調に良くなってると、このまま行けば大丈夫や、でも定期的な検査があって病院行った、 MRI 取った、やっぱりヘルニア出てるっていうか今までも出てると、先生やっぱり治療してもあかんわ、手術するわ、出会ったことないですか？僕あるんですよ、めっちゃ歩けてるし、もう普通に仕事してるやんみたいな、
たいな。病院の先生が前よりヘルニア広くなってるからもうそろそろ処理した方がいいでって言われたね。仕方ないんですよ。視覚情報でやられてるんで。前の映像を見て、あの映像の時はめっちゃ痛かった、めっちゃ出てる、今痛くないけどまだ痛くなったらどうしようと思うわけですね。こうやって視覚情報の力ですよね。もちろんドクターが言うっていうね、権威性の力もありますよ。やっぱりドクターっていう権威性めっちゃ強いからね。僕が気づいてきた信頼がまだまだ甘かったっていうのもあるかもしれない。そんなんで一瞬で奪われるんですよ。どうします、皆さん。自分の大切にしてた彼女がですよ、街中で出会ったちょっと男前に声かけられてコロッといっちゃうみたいな感じですよ。なんでやねんなるでしょ。しゃあないですよ、見た目がいいんやから。ってぐらいなことが起こるんですよ。本当にこれ視覚情報で訴えるってめっちゃ大事だなと思ってます。だから僕はこの視覚情報の変化っていうのを見せるんですよ。皆さんも何かでやったりとか、視覚情報の変化、痛みの変化じゃないんですよ、視覚情報の変化なんですよ。だって痛みの変化やったら病院行かへんやろって話なんですよ。痛み取れてんのにそっち行くんですから。なんで俺はここまでするのか。金のためですよ。稼ぐために来させないといけないから。でもこれを改善のためやったら改善のためですね。改善のために来させないといけないから、視覚情報で納得させないといけないんですよね。だから僕はこの歪みっていうのを絶対視覚情報で見てます。これね、やってみたら分かるけど、皆さんの元にね来る患者さんとかで歪みの治療してもらったとか絶対いますよ。でも歪んでんの自分で見ましたって言ったら、見たっていう人めっちゃ少ないから。見たことあるっていうのは 1,2 割じゃないですか。僕手やったことないですよ。先生歪んでって言われたんですか。あ、そうなんですか。歪みってご自身で見られました、ご自身で分かりました。分かれへん。そうなんですか。治療してもらって歪み戻ったんですよね。戻りました。なんでなんですか。え、先生戻ったって言ってたから。そうなんですね、戻ったの見ました。見てないって言うんですね。きっとその時は戻ってたと思うんですけど、今ね見てくださいねって言って、僕は膝の高さ見せるんですけど、ずれてるわけですよ。やっぱり皆さん崩れてますよね。きっと治療受けた時戻ってたと思うんです。今やっぱこうやって崩れてるんですよね。これをしっかりと戻す、そしてこの戻った状態をキープしないと良くならないですよ。なんで戻ったのがまた崩れてくるのかっていうと、この重心が崩れてるからなんです。だからうちではこの重心っていうのを治療していきますよっていう話をするんですね。じゃあ重心なんて治療したことないわって言うとほとんどです。普通の骨盤矯正してても重心の治療やってみたらいいんですよ。結構納得するから。だから重心整ったら歪み整いますよ。その場合足の高さ揃いますよ。筋肉柔らかくなるから体の動き良くなりますよ。でここなんですよ。この状態をキープしたら痛み取れてきますからねって言います。その場で痛みの話なんかしないんですよ。だって痛みの変化って、痛み探したらいくらでも見つかるでしょ。よほど一気にゼロにできるんだったらいいと思いますよ。そんな技術があるんだったらもう痛みで勝負したら絶対いいと思います。でもそうじゃないんだったら痛みを使用にするのはお互い不幸になります。さっき言ったみたいに痛み改善しても視覚情報の方がパワー強かったりしますよ。やっぱ僕はここしかフォーカスさせない。ちょっと余談ですけど、視覚情報がこんなにインパクトあると、僕実際やったんですけど、患者さんに MRI 取りに行かしたことあります。ヘルニアボーンって出て手術って言われた患者さんが来て、良くなった時に、良くなると大体もうみんな行かないじゃないですか。もう病院 MRI 取りに、それあえて取りに行かせるんですよ。もうお金払うからって言って。そんなら MRI まだ取れるじゃないですか。同じ出てる画像だったとしても言えますよね。 MRI 上ではヘルニア出てるけども元気になりました。それが3例これやったらどうします。めっちゃインパクトありますよ。逆にですよ、取りに行ってヘルニアへっこんだらどうします。手術しなかってもヘルニアへっこみましたって言えるわけですよ。これ効果的にめっちゃ強いと思いますよ。効率的にどうか分かんないですけど、こんなんでめっちゃいいと思うんですよね。僕それを刷新して送ってましたよ。新規の患者さんとかヘルニア座骨神経痛とか多かったんで、大体来たらもういちいち言われるし説明めんどくさいんですよ。大体ヘルニアやからもう毎回同じ話も嫌なってくるんですよね。言ったさっきもこれ今日何回目みたいな、そういったこともねしてます。ちょっと余談ですけどね。治療をしてここを戻して動きよくして、これを維持していきましょうね。問診終わりだな。で治療に入るんですよ。実際治療した時にこれがバッチリ分かるようにしてますね。分かったらもうこうじゃないですか。相手の選択肢なくなりません。自分の問題分かってくる人が目の前にいるんですよ。こうなりたいっていうこともちゃんと把握してくれてる人が目の前にいるんですね。その人は約束してくれたんですよ。任せてくれたら大丈夫ですよ。何々さんも本当良くなりたいんですよね。良くなりたいです。自分も言ってるんですよ。こうなりたいんだって。良くなりたい。よくできますよ。で、実際問題これですよ。今問題ありますよね。見て分かりましたよね。治療しますね。治療しました。問題なくなりましたよね。なったらどうなります？その人が本当に良くなりたいんだったら、選択肢他になくないです。自分以外選択肢なくなるんですよ。自分から、うちに来てくださいって言わなくても、相手からもう選択肢がなくなるんですよ。ここに来るしか解決策がないんだから。皆さん、あれあるでしょ？うちは他よりも話ちゃんと聞きますとかいろいろあるじゃないですか。患者さん、話聞いてくれへんかったとかあるわけじゃないですか。ちゃんと見てくれへんかったとか。ちゃんと見てますからね。他で不満を感じたことを全部払拭していってるんですよ。これ何されてるか分からへんとか、いや何されてるか分かりますよね。よくあるでしょ、治療家さんで自分は触れるだけなんでもう患者さん理解してくれないんですよね。それただの努力不足やでみたいな。相手が分かる形に言語化して伝えてあげないといけないんですよ。ここまでしてやって、僕はこういった考え方で治療していきますと、こうやってやったら動き変わってきましたよね。これをしっかり維持していったら何やその問題が解決していきますよ。うちで通えますか、どうされますか。相手はなんていうか、お願いしますって言います。これでノーっていうことは出ないです。基本的にノーが出たらなんでノーなんですかって話ですよね。予定分かってきてますよね。金持ってきてますよね。あなた問題これですよね。こうなりたいんですよね。実際変わりましたよね。なんで来ないんですかっていう話ですね。こんな感じでねリピートってやると全部決まっていきます。だから8割っていうのは取れるんですよ。基本的に冒頭にも言ったみたいに、でもこうです、集客で全て決まります。
何回ぐらい変わりますかって聞かないんですよね。ツインベースとかこうやって言います。週1で大体4回来てくださいと。大体週1で4回だったら何々さんの場合も治療前からこうやってバランス揃ってますよと。このバランス揃って何々さんの症状が緩和されてたら、週1だったらバランス戻ってるんで問題なく体回復していきますよと。なので2週間に間隔空けたいです。2週間空けても崩れないかどうか見ていきますと。これで崩れなくて症状緩和していってるんだったらもう間空けていきますと。これで大体3、4週間空けてもバランス崩れなくて症状緩和してるんだったらもうすごい落ち着いてきてるんで、そこで卒業してもいいし、痛みの時期が長かったんでそこから月1とかの間隔で 2,3 ヶ月様子見て、そこでまた判断したらいいかなと思いますみたいな感じの説明をします。そんな向こうは分かりました頑張りますみたいな感じです。ほんまにね、治療技術ってあると思いますよ。ほんま磨いた方がいいと思う。でも基本的に僕ね、いろいろ見てきてこうなんですね。ここやったらほんま変わるかもしれへん思ってむっちゃ納得できたってなった瞬間に、やっぱ体安心すると思うんですよね。体なのか精神なのか分かんないですけど安心するんですよね。安心した瞬間に体は僕は回復しだすと思うんですよ。痛み慢性痛っていうのは特に。だから本当に僕ら言葉で飯食ってやろうと思います。患者さん喋らずにやる人ってよくなるのほんまにすごいなと思います。それはもうゴッドハンド、本当に認めます。もうすごい、できることならその領域まで行きたかった。僕にはもう才能がないってのが分かったんで生き方を変えた。このやり方でやって僕は改善の声めっちゃ集めれましたよ。おそらく技術セミナーにハマってる人でも改善の声集めてますよ。僕はねちゃんと守備範囲分かってます。自分に無理なものは無理って言います。でもこうですよ、相手の可能性をなくすような言い方はしないです。僕の力では無理です。でも絶対何々さんの問題解決はいると思います。なので力なくてごめんなさいねってちゃんと言いますね。僕はもうそれしか思いつかなかったんでないですね。血の巡りだったらこの血の流れ見るやつとかね、こうやってる人がいます。血液見る機械使ってね流れを見たりとかするのやってるんで、そういうのも全然ありじゃないかなと思いますね。あとはもう別にそうやって血の巡りとかが戻ったら歪みとかして良くなりますよっていう説明をしてしまって、それを指標にしてもいいかなと思いますね。はい、聞くとかだったら納得というか、やられた感でこの脈診とかね、あと腹診とかやってやられてるっていう感覚を出すだけでもいいかもしれないですね。実際にこれ仙台の新京の先生でいてるんですよ。元受講生でいたんですけど、その先生に1万円とか1万2000円とか取るんですけど、もう10回目ほぼ 100% なんですね。何してるんですかって、いや脈診とかもするし腹診もするんですよ、それで説明するんですって。今日はこんな調子ですよって、だからこうこうですよ、こうしていきましょうねみたいなね話をするらしいんですけど、僕は分からない人なんですよ。そういうのが全く、ほんまにそれ分かってるんですかって言ったら、そこまで分かってませんって言ってました。パフォーマンスですって言ってました。でも大事ですよねそういうのもね。いや全体継続するの方がいいと思いますよ。飽きるのはこっち側だけ、向こうは別に飽きないから。ただ言い方とか変えてあげた方がいいと思いますよ。同じこと言ってるのはこの先生はなると思う。そこはもう工夫ですよね。だから相手がどう感じるか常に考えないといけないですよね。同じでも言い方を変えてあげるだけだ、順調なんだ、もっと頑張ろうと思わせてあげたいとか、言葉のバリエーションっていうんですか、持った方がいいんじゃないかなと思います、ね、ライブにもかかわらずちょっとベラベラ一人で喋ってしまったんですけども、どうでしたか、まあ、この話って。今日なんかこう受けていただいて、こう気づいたこととか発見だとか、何かそんなんがあればいただけたらなと思いますけど、自慢とかではなくて、正直このリピートって誰に学んだわけでもないんです。どうやったら来てくれるのかな、なんで来ないのかなっていうのをずっと考えただけなんですよ。ずっと考えて、こうやったら来るんちゃうかなって考えてやってたらこうなったんですね。コーチングとか習ったんですかって言われたりしますけど、全く並んでないです。わかんない、そんな全然。人の感情とかも言われたことなかった。でも現場でどうしてもこの人通ってほしいなとか、もうぶっちゃけ言うと僕金って言ってるけど、目の前の人をちゃんと良くしたいなと思ってやってたんですよ。僕26歳まではほんまに治療技術ばっかり磨いてたんで、なんでなんかな、絶対俺の治療受けた方がいいのになと考えてやった結果こういう風になったんですね。コンサルするときには金で打った方が注目浴びるんで、そっち側でバンっていきましたけど、言うても、まあ、金やったな、治らんでもいいわと思ったしね。大体僕初回1時間枠なんですね。問診と説明、治療に入るまでで、おそらく30分ぐらいと思います。話聞く、検査する、説明する、これで30分から35分ぐらいかな。治療は10分ぐらいで、次回予約5分から10分で、多分50分とか55分だと思うんですよ。で次の患者さん来るのをそれで待つみたいな感じです。来たら、あ、来たんだよ、さよならみたいな。それすれ違わせる。ピン狭いから10分前とかやめて5分前に来てって言ったんです。5分前に来てもらう、大体50分から55分で終わる、大体すれ違いなのっていうのをしてましたね。リラクゼーションサロンはねまだちょっと違うんですよ。これね、僕のこの問診ヒアリングとかって基本的には治療を受けた人用なんですよね。リラクゼーションは逆にこれやらない方がいいです。軽いから、そんなんいいからやってくれよなんですよ。リラクゼーション系は、リラクゼーションの人はこうやって言うんですよ。いやリピートそれは取られへんねんって。基本的にリラクゼーションってリピート取る文化じゃないでしょ。行きたい時に来るって感じじゃないですか、リラクゼーションって。だからそれは僕やらなくていいんじゃないかなと思って、なんだか分かってもらえると思うんですよ。ついこの面倒くさくなると思います。患者さんが有名な2キュッパのとことか1回行ったらほぼ体聞かれないですよ。強さどうしますか、ここ触られたくないとかありますかとかぐらいじゃないですか。それでいいんですよ、だって受けに行ってる方は。だからリラクゼーションでやっててこういうのをしたいんだったら何か言葉つけるかですね。リピートはねある程度できて当たり前にしないといけないですよね。集客段階でほぼ決まるでしょ。だから SNS ってめっちゃ重要なんですよ。 SNS なんで重要かっていうと、この集客前段階をしっかり強めていくのは SNS なんですよ。チラシとかホームページをいくらやってもあんまり強まらないんですよ。強めるのは SNS なんです。だから SNS 絶対やった方がいいんですよ、特に個人はって僕は思ってます。なのでクローディングめっちゃ下手くそな人って集客頑張ったりできますよ。集客頑張るプラスアルファ人として磨く、ここです。もう言い方とかどうでもいい、そんなどうでもいいったら語弊がありますからね。
その人のこと本気で改善してもらいたかったら恋って強い意志大事ですね。マジそうですよ。本気で訴えたら相手は任そうかなと思いますよ。ナイナさん今までダメだったんですよね。僕本当にナイナさんの体解決できるんですよ。できる自信があるんです。僕に任せてくれません。ダメだったら全部返金しますって言ったじゃないですか。それやりまくって返金ばかりになったら、ああ自分の治療下手くそやったんやなと思った方がいいです。もしくはほんまに直したいと思ってない人集めてるからです。広告でっていうのもあるんですけど、僕エネルギーとか分かんないけど、あなた自身がそういう人引き寄せてますよと思いますよ。スピリチュアルなのは分かんないんだけども、どんな広告をねそうやってやって、もう変な人が集まるんだったら、いやそれ絶対あるんですよ。それがほんまだったら、仕事が忙しいとか家の事情あるじゃないですか。こっち側としては週1で通ってほしいとかあるじゃないですか。でも向こうはもう3週に1回しか無理だってあると思うんですね。この場合皆さんどうします？週1で来ないといけない、この人良くなるには。でもその人の都合でもうどうしても3週に1回しか無理だと、こうなった場合皆さんどうしますか？僕はこうやってやってて、それだったらナイナイさんこのペースちょっと落ちますけど大丈夫ですか？それでもしっかり頑張れますかって確認します。それで途中でやめてしまうんだったらもったいない。3週に1回だったら正直今の状況維持するにとどまるかもしれないと。それでもいいですか？自分がやっていく中で3週に1回やったら改善ペースが落ちる、でも改善していくことはできるなと、またそれ言ったらいいんだけども、どうしてもきつい場合であるじゃないですか。それはきついんちゃうかなっていう場合は、さっきそれ正直に絶対言った方がいい。ほんまに難しいんだったらもう難しいって言ってあげた方がいいですね。リスクを伝えた上で、この辺もねちゃんと細かいことも言っとかないといけないです。これ仕方ないですよ、じゃあ3週後でいきましょうかってもし取ってしまったら、先生なんか最初言ってた時より全然治ってないでみたいな、でも何やさん週1って言ったのに3週に1回にしろから時間から決まってるじゃないですかって言ったところで、いやいやそんな知らんしってなるんで、最初に全部言っといて、それでもいいですかって了解取った上でやっとかないとトラブルになりますよね。そりゃそうだよねっていうことって、そりゃそうだよねじゃないんですよ。そんなん絶対そうやんってこっち思ったとしても向こうはそうやんって思ってないんで、絶対一個一個確認した方がいい。言った言わないになるんで、そうほんま先出しといた方がいいですね。